キリオくんとさ、ファンをさ、全員見つけていくかくれんぼしたよ。わい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 。先ほど、みなちゃんファンって名前で、実はヒレオくんとアンチのファンだったっていうドッキリをね、されたのよ、俺。え？仕返し、いきなりもう、仕返ししようかなと思って。みんなにはかくれんぼをするって言ってるんだけど、は仕返ししていきたいと思います。俺もドッキリ仕掛けます。わい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 。で、かくれんぼって言って、最初みんな隠れてもらうんだけど、鬼が隠れてる人を探しに行かないで、ずっと隠れさせるドッキリ。でもさ、今さ、エイプリルフールなんだよね。だからなんかドッキリを仕掛けられたんだけど、エイプリルフールだよって言われたらさ、あーしょうがないってなるから、すげえタイミング。ちなみに今23時30分だから、俺もドッキリ仕掛けても許されるということで、かくれんぼドッキリ仕掛けていきたいと思います。はい、1分経ったんですけども、あえて探しに行きません。全く探しに行きません。俺ずっとここで止まっていようかなと思います。もうなんか、あれだな。平和だな。1分経ったけど、誰も何もない。マジで平和。何にも起こらない。何にも起こらないぞ。ずっと止まってよ。あ、なんか来たね、なんか来た。なんか来た。なんか来たぞ。ヒロくん来て、なんか横に隠れてる。俺もしかしたらずっとかくれんぼで、1、2、2って数字数えてると思ってんじゃない？ヒロくん。ここに隠れてたよ。え、なんか落ちてる。なんか誰か死んでる。誰か水に落ちたよな、今。なんかレールついたんだけど。動いてる。え、ヒレオくんじゃん。ヒレオくん、こっから落ちたの。なんか、矛持ってきたんだけど。ね、矛置いっちゃ。動かないから攻撃してきた。ねえ。俺、探しに来ないドッキリのはずだったのにさ。ヒレオくん、めっちゃ怒ってる。来ないから怒ってるから怒られちゃったよ、俺。ちょっと下がっとこう、後ろ。怖いから。ずっと撃ってくるよ。ねえ、ゴールしちゃうの？終わっちゃうの？ちょっと待って、終わっちゃう？もしかして。ああ、終わっちゃった。ねえ、探しに来ないドッキリだったのに終わらせられた。俺が動かなかったら、かくれんぼ成立しないからな。終わらせられちゃいました。